カピラボ。皆さんどうもこんにちは。カピラボのカピさんです。いやー、前回紹介したキーボードが思ったより使いやすく編集がはかどります。しかし私の右が10キーを求めているんですよね。なので早くも他のキーボードを探してしまっている私がいます。なるほど。これがキーボード沼ってやつですね。彼の動画にしてやられました。くそー。まあ、それはさておき、本日の題材を見ていきましょうか。今回購入してきたのはこちら。はい、グラフィックボードですね。このグラボはハードオフでジャンク品として購入してきました。まあ、ジャンクといっても結構なお値段はします。ショーケースに入っていたんですが税込み5500円。ジャンクならもう少し安いと助かりますよね。値札にはジャンクの紋章が刻まれていました。J です。まあ、このグラボはなぜジャンクなのか、気になって店員さんに確認したところ、映像出力がなかったとのこと。そうです。その表現は的確です。なんて言ってもこのグラボ、物理的に映像出力がありません。確かに店員さんの言う通りです。厳密にはマザーの HDMI に挿しても映像が出ないらしいです。このグラボは皆さんご存知のあのグラボです。そう、例のグラボです。これはマイニング用に作られたグラボで、基本的に改造を行わないと映像出力ができない、といったものになります。メーカーはサファイア、型番はラデオンの RX470 となります。メモリは GDDR5 の 8GB で動けば今でも普通に使えるグラフィックボードとなります。しかし要改造って言われてるんですが、今回は無改造で使用できる方法でまずは動作確認をやっていきます。動けば次回以降改造をやっていこうと思います。では今回の動画でやることのご説明。今回やりたいことは3つ。まずは動作確認。そもそも映像出力されないらしいので確認しないことには何もできません。そして動作が問題なければベンチマークとゲームでの使用をやっていきます。そして最後に RX580 かをやってみようと思います。今回はこんな感じですかね。それでは早速準備をしていきましょう。まず今回使う検証パーツですね。CPU にはインテルの i7-8700 を使用します。無改造で動作確認をする場合には内蔵グラフィックがある CPU が必須となります。そしてマザーは Z390 を使用します。これは ASUS のタフですね。こちらは第8、9世代で使用できます。メモリはチーム製の DDR4-3200MHz を使用しています。今回はグラボ以外は動くのは確定してるから2枚差しでやっていきます。グリスは今回はよくわかんないやつを使っていきます。Amazon でめちゃ安いけど結構伸びが良くていい感じ。今回もクーラーはリテールを使っていきます。動作確認はリテールが楽でいいですよね。ストレージは SATA 接続の SSD を使用します。HP の SSD って珍しいって視聴者さんに言われたやつです。電源はベンチマーク台についてる 750W 電源を使用していきます。このベンチマーク台はおすすめです。それではパーツを組み込んでいきましょう。まずはマザーボードの取り付け。ベンチマーク台はネジ止めがいらないタイプを使っているから置いてはめるだけです。これで OK。それにしてもこのタフのデザインは結構いいですよね。Z390 のタフはかっこいい。マザーの設置が終わったら CPU を取り付けて、グリスを中央に塗布。CPU クーラーを取り付けたら CPU 周りは完了。よくリテールつけにくいっていう人もいるけど、これが一番楽な気がする。あとはメモリを取り付けて、電源のケーブルを挿したら完了ですね。それでは動作確認の準備に入りましょう。まずは映像出力端子のないグラボを使用するために、BIOS 上で内蔵グラフィックを優先に設定していきます。これをやらないとグラボを挿しても、マザーの HDMI から映像出力がされません。おそらくですが、これをやらなかったためハードオフでは映像出力がないという結論に至ったのでしょう。まず BIOS 画面の詳細からシステムエージェント設定に入ります。すると統合グラフィックス設定という項目がありますのでこれをクリック。クリックすると画面出力デバイスの優先順位という項目が出てきます。これがオートや PCIe 優先になっていると内蔵グラフィック経由で映像出力ができません。なのでこれを CPU 優先にしていきます。これであとは保存して終了すれば OK です。この方法が使えるのはハズウェル世代以降の内蔵グラフィックを搭載した CPU だけですのでご注意を。これで準備はできました。グラボを早速搭載しましょう。さて、それではグラボを搭載していきます。PCIe スロットに挿して固定して、補助電源を挿して、これで準備は完了です。早速スイッチを入れていきましょう。
スイッチオン。すると内蔵グラフィックからはしっかりと映像出力があります。グラボのファンは動いてる。では、起動が終わったらタスクマネージャーから確認していきましょう。起動段階ではタスクマネージャーには RX470 は認識されていませんでした。映っているのはインテル UHD グラフィックだけ。まあ、まだわかりません。そしてデバイスマネージャーを確認したところもう一つのディスプレイアダプターを認識していました。多分これが RX470。ということでドライバーをダウンロードしてみることに。AMD の公式サイトからドライバーをダウンロードしてインストール。そして再起動後ディスプレイアダプターをチェックしてみると、しっかりと RX470 で認識していました。しかもこれ、エラーコードもなくちゃんと動いていそうです。これはラッキージャンクだったくさい。やりましたね。ではここからはゲームなどがちゃんと動作するか確認。まずは内蔵グラフィック経由でグラボを使うためにグラフィックの設定。設定のディスプレイからグラフィックの設定をクリック。ここの参照をクリックして、やりたいソフトの実行ファイルを指定します。今回は FF14 ベンチを指定。そして指定したソフトのオプションをクリック。そうするとグラフィックスの基本設定が出てきます。これを高パフォーマンスにすると RX470 が優先になります。それで箱の状態でベンチマークをやってみましょう。それでは FF14 のベンチマークをやっていきます。内蔵グラフィック経由で動かしているので、表示上は UHD グラフィックとなっています。しかししっかりと RX470 で動作しておりますのでご安心を。グラフィックの設定は最高品質、フル HD のフルスクリーンでやっております。スコアの上がり方や FPS を見ていただいたらわかるように、しっかりと RX470 で動いておりますね。こうやって使えば難しいハンダの作用もなくゲームなどを動かすことができます。それではベンチマークも無事に回りそうなので結果までスキップ。無事完走してスコアは1051の非常に快適評価。これ、RX470 にしても若干いい方だと思います。前にやったやつでは9000台のスコアだったと思う。内蔵グラフィック経由でもそんなにロスはないのかって感じでしたね。それではベンチも終了。念のためフォートナイトもプレイしてみましたが全く問題なく動いてますね。このグラボ一時期5000円くらいで大量に売られていたみたいだから買った人は本当にお得でしたね。これだけの FPS が出れば十分すぎる。それでは無事に動作することも分かったので、ここからは RX470 を RX580 化していきたいと思います。レッツ改造。まずは GPU-Z を使用して RX470 の BIOS ファイルをバックアップしていきます。ここのセーブ BIOS からバックアップが取れます。名前は自分でわかるように適当につければ OK です。名前を付けたら保存、するとバックアップが完了します。バックアップが終了したらテックパワーアップよりサファイアの RX580 の BIOS ファイルをダウンロード。これは同じシリーズの BIOS を使用します。相性もあるみたいだからこのあたりは自己責任で。そして同サイトから ATI フラッシュというソフトをダウンロード。このソフトはグラボの BIOS を書き換えるために使用します。ファイルの準備ができたら先ほどダウンロードした ATI フラッシュのフォルダを解凍。そしてそのフォルダに書き換えたい BIOS のファイルをぶち込みます。あとはこのフォルダを C ドライブ直下に置けば準備は完了。これで書き換える準備はできました。それではコマンドプロンプトから書き換えしていきます。それでは作業開始。まずは左下の検索に CMD と打ち込みます。するとコマンドプロンプトが出るのでこれを管理者権限で実行。ここからはコマンドを打ち込んで実行していきます。C ドライブ直下にしっかりと先ほどのフォルダがあることを確認。そのフォルダのパスを指定していきます。そして ATI フラッシュの実行ファイルを指定。どのスロットにグラボが刺さっているかを確認します。するとアダプターナンバーは0ということがわかりました。あとは書き換えのためのコードを打ち込んで実行するだけです。すると書き換えが始まります。あとはこれが終わったら再起動するだけですね。再起動したら RX580 に変わっているはずです。それでは再起動してみてみましょう。はい、再起動も無事完了しました。ではしっかりと RX580 になっているか確認していきましょう。まずはデバイスマネージャー、ここのディスプレイアダプターを確認。するとしっかりと RX580 で認識しておりました。やりましたね。これで改造成功です。動作も正常とのことで一安心。そして FF15 ベンチマークも無事に完走できました。RX580 化しても問題なく動いてたので一安心。
スコアも RX470 より若干ですが数値が上がりました。約400のスコアアップ。まあ、ビビたるものだけどやってみることに価値があります。それでは RX580 かも成功したことだし最後は。やっぱりこれ、RX580 の2枚刺し、クロスファイアですね。これをやりたかった。それではベンチ結果だけ。まあ、私の手にかかればこんなもんですよ。クロスファイアでもしっかり動作、何も問題なく完走しました。スコアは 16,680。2倍とはいかないけどなかなか、今回はいろいろ成功しましたね。それではお腹が減ってきたので夜ご飯。今日の、ただの夜ご飯。本日は、走り、じゃなかった、業務用スーパーの間もロースを使っていきます。火が通りやすいようにまずは玉ねぎを薄切りに、そして走り、じゃなかった、間も4分の1くらい切って、これも薄切りにしていきます。油を少量入れて、棒していきます。玉ねぎを少し炒めて、鴨肉を投入、お水を適量と、エバラすき焼きのタレを適量入れて煮ていきます。いい塩梅になってきたら、溶き卵を回し入れて、火を通したら、お米に乗せて出来上がり、完成。他人でも愛はある。他人な親子丼。エバラすき焼きのタレは神。それではいただきます。うん。ハシビロさんのスモーキーな感じがちょうどいい。これはうまい。うますぎる。手抜きでも、うまけりゃいいじゃないの。それがジャンク飯。ということで今回は例のグラボをいじりましたが、おおむねやりたいことはできましたね。次回以降に分解して HDMI 出力を使えるようにしたいかな。それでは今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまた、バイバイ。エバラすき焼きのタレは神、異論は認めない。